クラウドさん、コレルにそびえ立つ聖なる機械兵器アレクサンダーを仮想空間に再現しました。召喚マテリアを生成するためにもぜひバトルデータの収集にご協力ください。旅は何があるか分かりません。
くれぐれも気をつけてくださいね。ウィリーをレンタルしてビュンビュン走り回って景品ゲットしちゃってください。またお声掛けくださいね。あなた、神羅の博士と戦ってた人でしょう。おー、ほんとだ。私はフレン。私、ノエミ。僕はヨルダ。早速なんだけど、あなた、仕事をしてみない？内容による。彼女さんと二人でデートしてほしいの。私たち、コスタで水着を中心としたアパレルショップを経営しているの。それで来シーズンはデートで着ていきたくなる水着をコンセプトに勝負をかけようと思ってるんだけど、肝心の新作水着のデザインが全然思い浮かばないの。もうすぐ発表会なのに。危機的状況ってわけ。そこでここは一つ、実際にデートしているカップルを観察して参考にしようと思ったんだ。どう？引き受けてくれない？北条って、あの神羅の博士さん？私たちは市長に頼まれて接待しただけ。神羅にコネができればミッドガルに出展できるかと思ったけど、見込み違いだったな。ありがとう。それじゃあデートコースは私たちに任せなさい。私はランワイルド。私はパイレーツランページの準備をしてくるわ。二人はコスタの景色を楽しみながらゆっくり来てね。なんか不思議な依頼だね。ああ、今回は任せる。そう？じゃあ張り切っちゃおうかな。いや、普通でいい。クラウドの普通ってどんなの？一緒に歩く。ホテルまで。ああ、屋根の上とか。ああ、楽しかったね。それじゃ、恋のハンティングと行きましょうか。窓と一緒に彼女のハートも撃ち抜いちゃいなさい。
やったね。いいねいいね。需要はあるってわけね。勉強になるわ。銃は久しぶりだったからな。男の子が頑張る姿、それを眺める彼女の眼差し、結果は重要じゃないのね。ありがとう、いいものを見せてもらったわ。私は水着を仕立てに店へ戻るわね。二人はデートを続けてね。ノエミがランワイルドで待ってると思うから。デートの安売りだな。クラウド、考えすぎ。楽しもう。仕事だけどな。入りたくないな。じゃあそう思ってて。水着はデートだって考えたな。得意じゃないんだ。何が？で、知ってるよ、すぐ分かった。コースター、どんなのお探しだい？気をつけて、いってらっしゃい。お土産探しなら、この辺のお店。へい、マテリア一丁。腕のアクセサリー、どうぞご覧ください。眩しい太陽と青い海。コスタ一番の道具屋は、オイラの店だよ。いや、俺アレルギーなんだ。来た来た、遅い。早くしないとレースが始まっちゃうよ。レースって？コスタ名物ランワイルドだよ。ボールを転がして競争するの。動物に癒されつつ白熱するレースね。デートにはぴったりでしょ。準備は OK？ じゃあ、私、行ってくる。聞いていなかったのか？これは動物のレースだ。人間だって動物。ね、問題
いないよね。ブッブー、無理です。そんな。ペットとか飼ってないの？断じてペットではないが、私の出番のようだな。レッドに任せよう。はあ、じゃあ私たち応援団だね。チームレッド、レディーゴWe'll be right back.
鬼なはずでは。ちょっと調子悪かったのかな。そういう日もある。気休めは不要。今から走り込んでくる。うんうん。ペットが繋いだ二人の絆、それはワンちゃんが動き回ることによってより強く固くなっていく。はあ、私ひらめいちゃった。溢れ出すイマジネーション。こうしちゃいらない。私お店に戻るね。ヨルダが最後のデートを用意して待ってるから、お二人さんはチョコボのレンタルショップへゴー。新作水着楽しみだね。どんな水着好き？だったら何でも取り揃えてます。参考にしようと思って。そうだな、機能性が高いものがいい。撥水性が高く水の抵抗を受け流し水中での戦闘を想定した水着がいいな。なるほどね。一番の道具屋はうちの店だよ。旅立ってもコスタのコスタを回るならウィリーが便利ですよ。待ってたら売り切れた。アテリアみたいなアイス、アテリアイス。オスタデルソルリゾートにご予約のお客。お出かけするならチョコボに乗ってって。チョコボがレンタルできます。来たね。とっておきのデートコースを用意したよ。二人にはこの子に乗ってクラムシェルビーチを遊覧してもらいます。かわいい。ただ目的もなく散歩するのもなんだから貝殻を取ってきてもらおうかな。せっかくだしできるだけ大きいものがいいな。僕はここで待っているから、二人で素敵な思い出を作って貝殻と一緒に届けてね。私初めて。何度か乗っただろう。それとこれは別。確かに貝殻を探すのは初めてだな。はぐらかした。うん。もしかして緊張してる？まさか。楽な仕事だ。緊張してる。いるな。ビーチプラグの異常種を確認しました。これよりガイドを開始します。ビーチプラグの触手は非常に微味と言われています。特に希少種のものはアイコンただし幻の珍味として流通しているそうです。先手だ。自然界にビーチプラグを狙う捕食者は多く、それゆえトゲトゲの大骨格身を守るようになったと考えられます。気負いすぎる。仕方ないよ。噂が本当なのか、ぜひ出られる。調査していきましょう。よかった。
者の狂い、なるほど、はいはい、そんなもん。覚悟し、行け。問題ない。聞かぬ。何のこの程度か。驚け。この。私が出よう。はっ、そら、迂闊だったか。行けるか、バレンタ。任せる。任せなさい。はっ、はっ、こな、よけ、はっ、こな、はい、この調子で。やったな、どうだ、シュッ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 、いくよ、今だ、ツッ、あわせて、ツッ、力を貸そう。炎の術、軽いこの程度か、よっよいしょ、引き裂く、動けるうちに、はいはい、仕上げだ、はっ、当たる、はっ、よっかもー、
下がっていろ。あぶり出す。畳みかける。狙う。ゲロか。やってくっ。ぜえっ。シュッ。出ろ。そら落ち着いていけ。いざ参る。何やった。準備はできた。はい、はい。そこだ。いけるか。やってやる。効かん。渦巻き油断したな。連携しよう。お手本見せてあげる。そりゃセイバイ。はぁ、ミッションが残っちゃいましたね。挑戦はいつでも大歓迎でしょ。追い打ちだ。前回ビーチプラグを狙う捕食者は多く、それゆえ消えろ。トゲトゲの大骨格を含む身を守るようになったと考えられます。この隙に。なるほど。硬い殻を破って破壊してみましょう。レーザーで攻撃する。余人気か。任せろ。いけるか。体勢を立て直す。任せなさい。効いてる効いてる。どうだ。よっ。シュシュシュッ。よっ。ふっ。Thank you.
出かけするならチョコボに乗ってって。